よし、じゃあ続きやっていきましょう。じゃあ1日を終了して、いよいよですね、CD の売り上げ。どうなってるかな？ドキドキするな。俺も、ミリオン歌手になっちゃうのかな？はぁ、ドキドキする。あ、来た来た来た！こんにちは！おはようございます、校長。いよいよ、売り上げ枚数の発表ですな。あー、どうなるんすか？松田十三氏がお見えですぞ。ドキドキ。おはようございます。では、売上枚数を発表したいと思います。お願いします。売上枚数は、じゃが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 じゃん！おー！111万ミリオンヒットしたこれ。どういうこと？こうか？あ、俺の作曲センスがやっぱりありすぎたの？この CD の収益はどうなんの？5550万円となります。校長、これはすごいことですよ。それでは私は失礼します。え、その金俺のものになるんでしょ？またこういう話があればその時はお願いします。借金完済、ありがとうございます。マジか、マジか、やべえ、ミリオンアーティストの仲間入り。そして借金も完全に消滅し、好感度もかなり。どうしよう、素晴らしすぎる。CD が売れるだけでこんなに大金が手に入るとは。私も出してみますかな。俺も出してえわ。夢の印税生活してえわ。え、マジか。ドワンゴさんお願いしますわ。俺の、我らが校長の着歌かお願いしますわ。もう本当に。え、すげえ。え、じゃもうやりたい放題じゃん。お金もあるし。好感度もあるし。部活も1位でしょ？なんか、俺今、校長としてすごい輝いてる。人生が楽しすぎる、校長としての。やばいね。この調子でガンガンやっていこうぜ。あ、おはようございます、校長。今日はスキー研修の日ですぞ。めっちゃみんなうまいやん。うわ、めっちゃやりてえ。屋内スキー場があると、雪の降らない地域でもスキーが楽しめますな。そうか、沖縄なのになんでスキー行ってるんだろうと思ったら、屋内施設があるんだ。へぇ、ザウスみたいなところがあるってことか。いいなぁ、行きたい。へぇ、じゃあ今日はイベントだから特に何もできないって感じか。指導ができないって感じだね。わかりました。スキーか、行きたいなぁ。お、開発に成功した。やったぜ。これで全部ゲットか。おー、頑張ったね、俺。これでレシピは全部ゲット。他に新しいレシピとかできないのかね。とりあえず、見習いラーメン。基本中の基本でございます。これと、見習いカレー。もはや日本の母の味でございます。そうだね。うん。で、見習いサラダ。全部見習いなんだね。新鮮レタスがとってもいるし。これ、見習いレシピだから、もしかしたら違うレシピも増えるのかな？見習いザルそば。麺つゆつけてズルズルと。こんなのさ、別にね、見習いつけなくても誰でもできちゃう。茹でるだけでしょ。そのこと言ったら蕎麦職人に怒られるかもしれないね。蕎麦を舐めるんじゃないみたいな、うん。見習いおにぎり。梅、酒、たらこ、これで決まり。いいね。あ、でも昆布とかもいいな。シーチキンもいいな。うん、え、サンマ定食。お、これは見習いじゃないんだ。あ、和食レシピと見習いレシピか。なんかレシピもらったよね、そういえば。このもらったレシピが和食レシピってことか。じゃ、どっかでレシピをもらわないと、増えないってことかな。あれだよね、あの子、リボンの女の子。名前忘れちゃったけど。あの子からレシピもらったんだよね。その子のレシピが和風レシピなんだ。すげえな。こんな素晴らしいレシピ持ってたんだ。鮭定食、これはうまい。北海道産、紅ズワイガニ。違う、紅鮭使用。おー、いいじゃない。イクラ丼、あったかご飯にプリプリイクラ。あー、食いたいイクラ丼。プリン体たっぷり。天丼、いいね。天天丼丼だね。サクッとエビ天、ご飯をパクリ。カロリー高そうだな。あ、特上寿司。あの、高校生の学食に特上寿司出さないでくださいよ、ちょっと。寿司こそ日本の代表料理。そうだね。まあ、ジャパニーズ寿司だからね。そっか、じゃあとりあえず全部ゲットできたから、新しいレシピをゲットするまではもう用はないですね。はい。メニュー開発は無事成功しました。早速確認してみてください。はい。じゃあ、とりあえずあなたはゴキブリを発生させないように頑張ってください。それだけを頑張ってください。でも、こうも頻繁にゴキブリ出されると、ほんと信用問題に関わるんで、はい。これが外部に漏れたらもうね、入学者とかね、一気に減っちゃうんでね、ほんと困るんでね、なんとか頼みますよ。お。やべえ。なんか不満爆発してる人いるんだけど。え、どういうこと？コメント。家には家庭菜園があるので、野菜はいつももぎたてです。この人俺にさ、母の実家からなんか送られてきたからあげる、おしんこあげるって言ってくれた人？なんで不満爆発してんだろう？
これってさ、あ、もしかして指導室で指導できるのかな。確か休みの日でも先生は指導できたと思う。生徒はできなかったけど。いるのかな、ちゃんと。お、3人もいる。成田三郎くん。指導長期休暇を与えるか特別ボーナス支給。金は払いたくないな。でも人数カツカツだよ、今。一人でもいなくなったらクラスのね、担任がいなくなっちゃう状況だからね。いや、違う違う。教えるせ、あの、先生がいなくなっちゃうからね。お金は払いたくないな。だって不満言えばお金もらえるとか、長期休暇もらえるみたいな、そういう感じになっちゃうんでしょ。それはなんか悔しいけど。まあでも今金に余裕あるからな、ボーナス支給しちゃうか。あとで給料下げりゃいいもんね、こいつに。リストはブラックリスト載せとこう、この3人。成田三郎に、柳沢典子、あと瀬戸、君江。あ、この3人は卒業間近に一気に給料下げる3人なんで、覚えておきましょう。とりあえず特別ボーナスで解決します。え、いいんですか、ありがとうございます。まあ最終的にはこの金額よりもね、下がっちゃうんだけどね、ごめんね。で、柳沢のりこちゃん。これも、特別ボーナスで。本当ですか、ありがとうございます。まあこの人もリストラ、早期リストラ しますけどね。はい。で、この人、お、高っ！なんでこの人だけ高いの？あれか、年いってるから、給料も高いからか。まあ仕方ないか、あれだな。まあ、あれだね。うん、しょうがない。ありがとうございます。今まで以上に頑張ります。本当に頑張ってくださいよ、君たち。お金払ったんだから。まだね、お金、もう CD の売り上げのね、あのね、印税が入ってくるから、まあいいんだけど、もうお金あんまり払いたくないからな。でもなんで不満なんだろう。給与が低いとか、それとも仕事させすぎとか。納得いかんな。私ほどのね、神経営者がね、査定してる金額ですからね、間違いはないと思うんだけど、まあ仕事ないから。おはようございます、校長。今日は本校の卒業式。ちょっと流さないで、BGM 勝手に。すげえな、これ。流れるんだ、自分が作ったやつ。今年度の卒業生は39人です。つか、もう卒業式なんだね。全然気づかなかったわ。いつの間にか1年終わってた。え、1年目もう終わり？早いな。え、じゃあ今日もイベントないの？体力全回復したのに、せっかく。PTA 会長だろ。あ、早くお見えにならないかな。この人はもう、あ、3学期11日目。マジか。え、じゃあさ、指導とかもできないのかね、せっかく体力貯めたのに。え、じゃあ39人がいなくなったの？ 39 人の金づるがいなくなったってことは、収入が減っちゃうね。とか、すげえ不良増えてんだけど。もうさ、一回休み挟んじゃうとさ、休みとかイベント挟んじゃうと、一気に不良増えちゃうんだよね。だからイベントとか設定しない方がいいのかもしれないな、逆に。好感度とかよりもイベントを設定しないで、で、普通の日にしちゃって、指導できる日を、なるべく増やす。そっちの方がいいのかもしれないね。めっちゃ増えてるし。お！何？なんか始まった。お！おぉ、そういうことか。3学期収支状況。あー、全部上がってんじゃん。支出額も下がってるし、すげえ。利益額ほぼ1億。え、これめっちゃすごいやん。入学金は変わらず。あ、入学金はだって今年入ってないのか。で、授業料4140万。やべえな。食堂収入は下がってるんだ。へえ。飼育収入って飼育できないからね、今、なぜか。人件費はちょっと上がっちゃってると。なるほど、なるほど。維持費もね。あー。でもいい感じじゃん、結構。お、なんか人気校長部門9位になってる。どうしよう。やだー、9位って全国9位ってこと？やべえ、全国で9番目に人気のある校長。やっぱ CD がでかかったのかな。やってれるなー、 9番か。他は全然ダメなんだね。けどこの学校は俺の人気があるから持ってるようなもんだよね。俺のおかげだ、完璧に。やったぜ、9位の男。素晴らしい。今年度は黒字のようですな。よかったよかった。ね、ギリギリで CD の収入が入ったからね。わ、かなりいいわ。よかったよかった。はぁ、9位か。めっちゃ嬉しい。全国で9位って相当だよね。お、でも入学式か。おはようございます、校長。今日は入学式が行われます。今年度の入学者は38人になります。あ、出てった数より入った数の方が少ないのか。厳しいね。また行事予定の設定は本日だけしかできませんので忘れないでください。わかりました。行事設定しておかないとね、じゃあ。はい、じゃあ、4月は登山遠足。
これね、あのなんか小学生が行きそうな行事なんですけれど、まあ全部見てみたいっていうのもあるんで、とりあえずね、マラソンとかかわいそうなんで、ちょっと登山遠足にしました。で、次が宿泊合宿。はい。こちらもね、あの、やっぱり泊まりがけのことっていうのは、やっぱなんかいろいろと起こるんじゃないかなと。で、それに校長先生も混ぜてほしいなと思ってるんで、まあ宿泊合宿をしたいと思います。で、次が演劇鑑賞ですね。最後の最後でね、なんか演劇をしてちょっと黒歴史を作るみたいな。うん、いい思い出になると思うんですよ。はい、じゃあこんな感じでいきたいと思います。じゃあ設定終了。180万余裕です。今のお金なら。だってもう入学金入ったからめっちゃ金あんじゃん。やったぜ。体力も満タンで好感度も高い。これはいい2年目が過ごせそうだね。うん、頑張りましょう、京都。この人 PTA 会長のことしか考えてないんだけど。学校のこと考えてよ、まったく。生徒の反応を見てみようか。もうさ、69だから相当ね、いい返事が返ってくるよ。あ、校長先生、僕の自転車に盗まれました。入学早々盗まれてかわいそすぎるだろ、この子。買ったばかりなのに、校長先生、不良の指導はちゃんとしてくださいね。そっか。生徒の反応を見る前に、指導室行かないと。休み日がさ、結構続いたから、不良生徒もかなり増えてると思うんだよね。で、高校デビュー。高校デビューしてちょっと不良っぽくしちゃってる子もいると思うんだよ、格好つけて。だからそいつも指導しておかないね、最初が肝心だから。うん。やっぱ1年生めっちゃ多いね。1年生だけはこんなに多いんだ。なるほど。じゃあちょっと指導していきましょうかね。12だからね、結構きついな。おはようございます、校長。おはようございます。先ほど生徒から聞いたのですが、お、なんすか？何やら、校内を女子高生がうろついてるようです。あれ？これ男子校だよね。しかし本校は男子校。うん。その男子校の校内に女子高生がいるということは明らかに不法侵入。そうだよね。誰かの彼女ってことはありえないもんね。うちの生徒は全員ホモだし。うん。すぐに女子高生を発見し、話を聞く必要があります。そうだね。女子高生を目撃した生徒は、機械研究室でよく見かけると言っていたので、ポイントは、機械研究室かもしれませんな。機械研究室って、なんかドラえもんを作りたいとか言ってた人がたくさんいたところかな。とりあえずそこ行ってみようか。よいしょ、話そう。機械研究室でよく見かけると言っていたので、ポイントは機械研究室かもしれない。じゃあ行ってみようか。その前にね、指導とかしたいんで、ちょっと指導とか必要なことを終えてから、ちょっと行ってみます。多分ここだと思うけど、だね。じゃあ行きましょうか。女の子はこんなところで何してるんだろう。何をしてるんだろうね。あ、あれ？男の子。こんにちは。校長先生、どうしたんですか？いや、ここに女子高生がいるって話を聞いたんだけど、ここに女子高生が出没すると聞いたのですが、見かけませんでしたか？知らない？女子高生？あいつのことかな？え、何？男の子みたいな、そんな感じ？男の娘の。校長先生、それ間違い。あれは、女装で、女装？女装で中身は男。あいつさっき早退したから。早退？え、勝手に早退したってこと？校長の許可もなく？今日はもう来ないと思うけど。どういうこと？男？男子生とか女装ですか？あいつなら、また明日になればここにいると思うけど。マジか、じゃあ明日来てみようか、また。女装が趣味か。あいつならまた明日になる。そっか。どうして女装してるんだろうね。興奮しちゃうのかな、そういうのに。それとも私はやっぱり、そう、なんか心と体が、違って生まれちゃった子なのかな。うん。わからんけど。とりあえず明日になればわかるよね。じゃ、とりあえずやることは全部やったんで、もう明日にしちゃっていいかな。うん、特別イベントもないし。じゃあ明日にしちゃいます、そのまま。なんかどんどん可愛い子だといいね。よし、オッケー。じゃあ次の日します。はい、一日の終了で、オッケーです。あ、教頭先生の話聞けばよかったかな。ちょっと聞こう。ごめんなさい。ちょっと、やり直して聞きます。あ、おはようございます、校長。女子生徒の件を解決するため、早速、機械研究室へ行きましょう。ちょっと教頭先生のリアクションを見たいので、ちょっと、一旦リセットします。よし、じゃあ聞いてみましょう。教頭先生。なんですと？男子が女装ですか？かー、情けない。情けないってことはないんだよ。それはちょっとひどいんじゃないかな、リアクション。あ、マジか。ちょっとこの時代、発売された当時だからいいもの、今言ったらすごい大問題になりそうだけどね。じゃあとりあえず1日で終了します。明日になってね。さあ、どうなるか。ちゃんといるかな？あ、いた！どう見ても男がスカート履いてるだけじゃないですか。こんにちは。あなたですか？女装壁あるの。ああら、かわいいじゃない。ここ、校長、なんでこんなところに。あれだね、堀北真希ちゃんを思い出すね、この感じ。
なぜ男子生徒の君が女子の制服を着ているんですか？今すぐ指導室に行くように。それはちょっとかわいそうだよ。はい、すぐ行くわ。いえ、行きます。もう言動もそうなっちゃってるんだね。しかしこの学校の女子さ、女子用の制服なんてないのに、どうして着てたんだろう。作ったのかな、自分で、この学校用に。すごいな。じゃとりあえず指導室行きましょうか。指導室も行き慣れてるんでね。いた、うっす。私、あ、間違えた。僕に何か用ですか？それなんかちょっとつま先立ちするのかわいいね。動き。君は、なぜ女装？どうして？趣味なの、やっぱり。あ、趣味なのか。趣味ですか。難しい問題だな、これは。女装しちゃダメなんですか？両方とも否定じゃん。これはちょっとかわいそうじゃない？ねえ、人権侵害だよ。どうしよう。絶対ダメってことだね。学校ではやめた方がいいのかもしれないね。この人、まあ、楽しむ分にはいいかもしれないけど。そうですか。じゃあ、校内では女装しません。その代わり、家で女装します。そう、それならね、いいんじゃないかな。これなら文句は言わせないわよ。それじゃあ着替えてくるので失礼するわ。そっか。性同一性障害みたいな、そんな感じなのかな。でもこの言い方ってちょっとおかしいもんね。障害ってわけでもないし。まあ大変だな。上戸彩ちゃんの問題ね。金八先生の上戸彩ちゃんを揉みですね。じゃあとりあえず指導していきましょうか。話してきましたよ、教頭。そうですか。今度は家で女装。まあ、ご家族が許可しているのなら、私たちはどうしようもないですな。まあそうだよね。俺たちがどうこう言える問題でもないしね。まあ、仕方ないよね。じゃ、このまま、あれで話は終わっちゃうのかな？それとも後日談みたいなのが、そんなのがあるのかね。あや、上戸彩ちゃんみたいになんか怒り狂って、学校で、なんか暴れ回るみたいな。そういうことはないかな。あの野球部のさ、ケイもさ、なんかうやむやになっちゃったよね。団長、番長だ。番長と、あの野球部員の二人、あの二人のいざこざはどうなったんだろうね。後々描かれるのかな。とりあえず進めてみるしかないか。おお、おはようございます、校長。今日は登山遠足の日ですぞ。登山遠足本格的だね、なんか。すげえ。いやー、山は空気がうまい。これだけ気持ちよければ、生徒もリフレッシュですな。俺もリフレッシュしたいよ。そっか、いいね。じゃ、今日はまたイベントがない感じか。なんかだんだん好感度が下がってきたんだけど、どういうことだろうな。結構頑張って歩き回ってるんだけどね。ほっ。え？誰この人？不法侵入者がいるんだけど。あ、なんか言ってたね、そういえば。闇の商人がどうのこうのって。こいつのせいか？こいつのせいで俺の好感度が下がってるのか？これはこれは校長先生、いらっしゃいませ。なんすか？今日の品は食堂には欠かせない洋食レシピ。あ、めっちゃ欲しいそれ。このレシピがあれば、食堂で洋食のメニューを開発することができるんですよ。そうだね、今開発が滞ってるからね、これは欲しいな。損はしません。ぜひ買ってみてください。どうです？お買い物、500万。完全にぼったくりだよ。レシピで500万って。さすがにないな。でも、今金あるしね、7億近くあるから、まあ、買っても、まあ問題はないんじゃないかな。7億で7000万か。ねえ、ポケットマネーってことで、私のポケットマネーってことで買っちゃおうか。ありがとうございます。また残しよう。やった、洋食レシピゲット。こんなんでいいの？他にはなんかないの？終わりか。じゃあ最近の好感度が全然上がらなかった理由ってあいつのせいなのかな？あいつに話しかけてなかったから、好感度がどんどん下がっていったって感じ？だって不良も今いないしね。うぅ、すげえゴミだらけになってる。一瞬で。俺が外出て入った瞬間にゴミだらけになってってどういうことなんですか？あの闇の商人一体何者なんだろう？とりあえず警察に通報しといた方がいいんじゃないかな？あの人何なの一体？どうかしましたか？あれ何も知らないの君たちは。待って、265×720 は19800。あ、違う、時間切れ？おかしくね？俺今結構の速さで計算したと思うけど。ダメ？くそ。どうかしましたか？あ、ダメか。こんにちは。どうかしましたか？どうかしましたかしか言ってこないね、この人たち。何なの？会話を広げて。もっとコミ力をつけて君たち。何なんだろう？めっちゃ今早く答えたじゃん。そんな時間で何秒？ 1 秒以内に答えるとかそんな感じ？お前らこの問題しか出してこないんだけど。なんだこいつら。どうかしましたかと、わけわかんない数式しか言ってこない。怖いね、この人たち。
とりあえずこれでもう好感度は上がるようになったんじゃないかな。さ、養殖レシピ。お、たくさんあるね。開発期間1日 95%。結構良さそう。時間かかるものもあんね。とりあえず一個一個やってみようか。はい、開発します。いいじゃない。これでね、コックさんね、やっと仕事ができたね。俺全然ここ最近来てなかったからわかんないわ。で、これで食堂のメニューもどんどん増えるから、好感度も上がってくんじゃない？あれか、新メニューが出てないから好感度が上がらなかったのか。なるほど、なるほど。贅沢な奴らだな、お前らは。家に帰ったら玄関でお父さんが倒れていてびっくりしました。大丈夫？実は寝ていたらしいんですけど、紛らわしいですね。家に帰ると父が死んだふりをしてるんですね。怖いですね。うっす。お前もかよ。流行ってるの今お父さんの間で。へえ、倒れてるんだねみんな。お嬢先生、今度遊びに連れて行ってくださいよ。いいですよ。うん、やった、約束ですよ。そうだね。うん、そのうちね。オッケー。お、おはようございます校長。昨夜大変な事件が発生してしまいました。何ですか？町で大山が暴力事件。やっちまった、完全にルーキーズだわ。なんでも相手は修学旅行で沖縄に来ていた男子高校生らしいんですが、なんだろう、なんかどっかのゲームでそんなことあったよね。私が実況したどっかのゲームで。指導室に大山を呼んであるので、そこで彼の話を聞きましょう。せっかく1位になったのに。指導室に大山、じゃあ指導室行こうか、せっかくね。元気も80あるからたくさん指導してあげようよ。え、マジか。つかまた好感度下がってるじゃん。なんで？他に原因があるのかな。不良生徒はみんな指導してるし、みんな不良してるんだよ。なんでだろう。担任未設定とかそんなことあり得る。ちょっと待って、クラス名簿。長期休暇出した。あ、担任が未設定なのか。なるほど、なるほど。1年生担任設定じゃなかった。そっか、入学式入ってから。なるほど、だから不良増えてたのか。で、好感度も上がらないと。なるほどね、そりゃ、好感度も下がるわな。ちょ、担任じゃ設定します。あ、じゃあ1年 A 組を柳沢紀子先生と、1年 B 組片山敦子先生にしました。これでね、好感度も下がらずに済むんじゃないかな。なるほど。それも4月に入ってから、好感度が下がり始めたもんね。OK です。じゃあ、また指導していきましょうか。いるかな、大山くん。なんてことをしてくれたんだよ、大山くん。あ、いた。あれ？教頭先生、先回りですか？俺より。早いっすね、わし。うっす。なのよ、ね、俺をこんなところに呼び出しやがって。なんでそんなことしちゃったの、番長。大山、なんだその態度は。お前が自分は何をしたのか分かってるのか。なんで喧嘩しちゃったの。全く反省しとらんな。教頭、彼の話を聞きましょう。大山くん、反省しなさい。選択肢が簡単すぎるわ。どう考えても上だよね。彼の話聞きましょう。すいません、つい熱くなってしまいましたね。暴力とやくないよ。竹刀とか持ってるから怖いもんね。話すことなどもない。俺がよそ者を怪我させた。それだけだ。もういいだろ。よそ者って、ちょっとさ、旅行者にも優しくしてあげてよ。定額でも退学でも好きにするがいい。そんなこと言って、しかし理由も聞かずに処分はできません。まあ、そうだね、やったことは悪いけど理由聞かないことにはね。俺知ってるよ。え、誰？コナン君に出てきそうな黒ずくめの。え、あ、君た、え、91じゃなくてたってことは玉1だったのこいつ。91じゃなくて玉1なんだ。玉1、今は大山の指導中だぞ。早く出て行きなさい。いや、でも理由知ってるでしょ。うるせえよ、このキーニングバーガー。ちょっと。先生に向かってなんで態度。そこのアホ番長が大暴れして、30人も病院送りにした。強すぎだろ、こいつ。ボクシングでもやればいいのに、理由を教えてやるって言ってんだ。おい、お前は関係ないだろ。早く出ていけ。なんで顔をあからめてんの。完全にできてんじゃん、この二人。何があったの。お前、顔が赤いぞ。なんだ、恥ずかしいのか。何イチャついてんの、ちょっとやめて。いいじゃん、昨日のお前はかっこよかったぜ。え、なに、何かを守るためにやったの。さて、本題に戻るぞ。こっから大事だから、よく聞いとくよ、こっちは。あ、俺？はい。昨日の帰りさ、見慣れない奴らが中学生をいじめてたんだよ。ほう。それを見て、こいつ怒っちゃってさ、このバケチンガーって。その後は知ってろって言われた。なるほどね。しかしだな、大山。いくら助けるためとは言っても、今回の件をやりすぎたら、そうだよ、30人もね、やるのはさすがにね、正当防衛とはやりすぎたら犯罪になっちゃうからね。まずは注意するのが当たり前じゃないのか。そうだね、口で言わないとすぐつい手が出ちゃうのかな、この子は。まあ理由がそういうことなら、今回のところは退学はないまでも処分は受けてもらうぞ。そうだね、処分するなら早くするがいい。定額処分、グラウンド10周。そうだね、定額はちょっとかわいそすぎるし、グラウンド10周くらいにしといてあげようかね。
そんなことでいいのか。校長、あんたも甘いな。そうでしょ、優しいでしょ。後で恩返ししてね。俺はこれで失礼させてもらうぜ。番長めっちゃいいやつだったじゃん。ねえ、おっ、ジョッキー。おい校長、あいつは悪くねえぞ。おいえね、やっぱり親友なんだね。親友を助けると親友が困ってる時は助けてくれるんだ。優しいじゃない。今回の件は私の方から大山のご両親に説明しますので任せてください。お願いします。そういうことほんとね、めんどくさいというか、私学校から出れないんで、ゲーム性のはい、オッケー。よかったよかった。なるほどね、じゃあすっげえいいやつなんだね。うん、やっぱりあの大山くんとか出てきたってことは、このイベントは2年間通してやるイベントなんだろうね。じゃあ1位取ったままだったらちゃんとハッピーエンドが迎えられるんだろうね。お、そんなに増えてない。ちょっと指導していきます。